どうも、嫁さこです。実家に帰らせていただきますというドッキリをします。自宅に戻ると、はい、いるはずの嫁さこさんがいない、はい、我慢の限界、はい、実家に帰るという、はいはい、そんな置き手紙が置いてあります、はい。その状況で宮迫さんが一体どんなリアクションをするのか、はい、実際はね、我慢の限界なんかじゃないですよね。いや、そこはちょっと今言いにくいけど。では、はい、ドッキリスタートです。手紙に気づいた。のんちゃん。そうですね。のんちゃん。めっちゃ呼ぶじゃないですか。まさかもういないと思います。これちょっとウイレとか始めちゃったらやばいな。でも永遠に。ありえますよね。あるあるよ。全然あるよ。のんちゃん。呼んでますね。呼んでますね。何回呼ぶねんって感じやけど。冷蔵庫開けます。手紙との距離2メートル。さあ、飲み物飲んだら気づくかな。ああ、近い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 。あ、これ、あ、おお、気づいて、あ、あ、気づいた、気づいたよ。読んでる読んでる。え、あ、気づいたね。あら、え、何それ。ん、これは焦ってるかもね。おぉ、ちょっと立ち退いてる。え、何どういうこと。あ、え、携帯取り出した。あ、いや、なんか見てます。 LINE かなんか見てますね。なんかスクロールしてるんで、送ってるかなと思って。あー、そっか、嫁さこさんからの連絡があるから。送ってませんよ、電話してませんよ。あ、かってきた。電話来た。これは出ません。しつこいよ。長いよ。長い。長いよ。楽しそう。あ、切れた。ラインが来た。ライン来てる。読んでいいですか。いいよ。どういうこと。これも記録せずで。あ、いいの。どういうこと。もう大阪。もう大阪。もう大阪って来たけど。めっちゃめっちゃライン来る。多い、多いまでが早い。また電話来てよ。めっちゃパニクってますよ、これ。すげえな。すげえ。大丈夫ね。これちょっと心痛いですけど、はい、ここは。ちょっとちょっと、たまにはこういう目にもね。ないと。なんだそれ。まだスマホいじってますね、それ。いや、どうするやろう。もしもし。もしもし。あの、まあ、お母さんなんか聞いたな。子供やも聞くんだ。あの、大阪帰るって言ってた。何人も。なんだ。機嫌悪かった。機嫌悪かった。機嫌悪かったとか言われた。もう帰ったっぽいね、実家に。うん、起きてる。いや、へーって。へーって。へーって。何を聞いてない。マジ。分かった、ちょっと俺、うん、どうしようかな。まあちょっと、どうしようかな。まあ、うん、まあ、電話する、また電話する。はいはい、はい、はい、じゃあね、はい、はい。へー、どうしよう。これは多分プロテインバーですね。食べながら。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。ずっとどうしよう。
どうしようかな。本当に独り言を言いますよね、ねさこさんって。かそうなんですよ。またスマホを取り出します。すっごいスクロールしてる。すごいね。